ハンド号で秋華賞を制し、史上7頭目の牝馬三冠を達成した川田優雅騎手です。おめでとうございます。ありがとうございます。ものすごい拍手とハッピーバースデーが京都競馬場流れました。はい、本当にリバティが三冠を達成してくれたことが何より本当にありがたく思いますし、はい、誕生日に関してはちょっと恥ずかしく思っております。今までのこのプレッシャーが解き放たれた瞬間ではないかと思いますが、この馬に出会ってからの時間のすべてがここに向かって歩む時間でしたので、こうして一つの区切りでもある三冠というところまで無事にたどり着けたことを本当にありがたく思います。まずはその三歳の仕上げである秋華賞、4コーナーではもう先頭に立ってましたね。レースの流れの中でああいう競馬を選択して、もう気持ちよく走ってくることを優先してああいう形になりました。勝利の確信というのはどのあたりで取りましたか？はい、もう3コーナーで道を作れる段階でもう負けることはないなと思いました。場内からも歓声が起こってますが、もう3コーナーで確信を持っていらっしゃったわけですね。はい、素晴らしい能力を持った馬ですので、もう道を作ることだけが今日の最優先課題でしたので、道中リズムよく来る中でいい形で進路を作ることができましたので、もう大丈夫だなと思いました。これで牝馬三冠という称号は手に入れられたわけですが、この馬の本当の進化が問われるのはこれからではないかと思いますが、その可能性についてお願いします。もちろん素晴らしいポテンシャルを持った馬ですし、これから先の夢も大きく広がると思いますが、まずは今日は三冠を達成したあの子を褒めてあげたいと思いますし、無事に終わってくれた結果、次にまた改めて彼女が目指すべき場所をどこに選択するのかということを、そして皆さんが喜んでもらえる競馬をこれからも彼女自身ができるように一個一個準備できたらという思いです。ありがとうございました。おめでとうございました。3回牝馬達成しました川田優雅騎手でした。ありがとうございました。全部終わり。